お待たせ。定期の巡回できたんだけど調子はどうそっか何事もないならよかった人生平穏が一番だからねんあれちょっと待って君背中をちょっと見せてねえこれは何背中にただならぬ紋章がついてるんだけど 心当たりはあるふん悪魔と接触したんだどうして開口一番に報告しなかったの僕これでも君の守護天使なんだけどな僕のこと信用してないそれとも怒られるのが怖かったまどっちでもいいけどさとりあえずそれ今すぐ消すから。 いいからじっとしてて痛みは一瞬これでよし悪魔との魔力パスは断ち切ってあげたよああごめんね今のは天罰術式って言って体についた悪いものを取り除くための術式なんだ少しの痛みくらい仕方ないよねさおいでぎゅーってして悪魔の感触を忘れさせてあげる ぎゅー。はあ君を抱きしめてると心が落ち着くねずっとこうして守ってあげたくなる、うん、そもそもの君は不幸体質で特に女運が最低だいまだに清らかな身のくせに女に狙われるってどういうことかな天然時頃 身に覚えはないかやっぱり君は僕が守ってあげないといけないね僕との守護契約をもう一段階強化しようかうん <laughs> あらもっと僕の魔力を取り込んで魔力を取り込めば僕とのつながりが一段と強化されてその分女運の悪さもカバーできるから そうすれば例の悪魔みたいな下船な女に狙われることもなくなるわ <laughs> かるよ男に自分の後をつける悪魔なんてメス以外にありえないしそいつには後でお礼参りに行かなくちゃ僕の大切な守護対象に手垢をつけてくれたんだからね <laughs> いいや君は気にしなくていいよこれは僕の問題だから やっぱり戦前は君の匂いを嗅いで充電するに限る。ああ、当然さ。これから寝取り女を成敗しに行くんだよ。大方君との契約を狙っていたんだろうが、そうはさせない。奴の魂ごと滅却してやらなきゃ、僕の気が済まない。君のことも、そうだね。そろそろ現世とはお別れしよっか。 もう未練なんてないでしょ僕がそばにいるんだからああそうさ天界にお持ち帰りして僕の部屋でずっと守ってあげる誰にも手出しはさせない天使との契約は絶対だからこれからもきちんと遵守するようにいいね